時刻は2時、夜中の2時になりますけれども、昨日はね、両家の家族が来てみんなにね、赤ちゃんを会わせることができたので、まあ、よかったかなと。みんな喜んでくれたしね、まあたまにはいいですね、みんなでね、両家の家族で会うのもいいなと思いました。そんな感じでね、結構マリナ頑張ってくれたので、まあもうマリナには寝てもらって、またミルクでね、起きちゃったらね大変だろうね。まあ私も育児休暇を ありがたいことにいただいてますので、まあいろいろ手伝えることは手伝っていきたいなと思ってるんですけど、まあ、家事とかね、ご飯とか洗濯とかはできることは極力やろうかなと。赤ちゃんのふぺってすぐ吐いちゃったりするので、洗濯がすごいっすね。あとおくるみのタオルとかパンツとか、パンツはねえな、紙パンツ使ってるんでないですけど、そんな感じで洗濯がすごいなと思って、新たな発見ですね。カメとマリナ干すのがいいっすね、あれね。でもね、嫌な気持ちはしないっすね。やっぱ可愛いんで、こんなちっちゃいのって思いながら、ちっちゃいハンガーにかけてきました、洗濯機とね。なんかアプリで連動すると、今日もお疲れ様ですみたいな通知が来るんですよ。ありがとうございますみたいなね、思いながらやってました。はい、ほんと可愛いっすね。でまあまだ今日2日目なんだけど、夜過ごす。今まで自分の周りにちっちゃい子がいなくて、一番ちっちゃいのは4つ下の弟だったんで、どうなるかなと思ったけど、ちゃんと可愛いですね、自分の子供。まあ、まさか自分がこんなに、自分で言うのおかしいのかな、見ただけで、あ、可愛いってなるな、みたいな。親バカっすね。まさか自分がこんなになるなんて思わなかったなと思いながら洗濯を干してました、さっき。まあ、マリナとね、支え合いながら、まあ、3人の生活を楽しみたいと思っております。はい、なので、マリナはちょっと上で休んでもらって、ところで赤ちゃんはというとですね、すっごい、偉い子なんで寝てくれてるんですよ、一人で。これが可愛くない？わかる？この広角で撮るとより伝わるかな。ちっちゃいんですよ、このソファーにさ、ちょこって。これよ、可愛くない？ほら、カメとマリナ寝てます。お利口さんです。拳ちゃん、拳が置いてあるみたいな感じ。もうどこの角度から見ても可愛いっすよ、自分の子だから。本当に可愛いです。ごめんね、寝てるのに。わかるかな。でもなんか、たった何日だこれ、何日かだけど、ずっしりと大きくなった気がします。本当に生まれてきてくれてありがとうね。ということで、次のおむつぐらいまではちょっと私もちょっと茶碗洗いしたりとか、ちょっと動画の編集をしつつ、次のおむつくらいまではやってようかなと思います。なので皆さんはおやすみなさい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。なんか大きくなったな。生後12日目になりましたね。今日日付超えて。っていう感じで。今日もね、私が夜の担当です。目パッチリ。見えてるかな？こんな感じで目パッチリなんですけど。昨日夜で、授乳をするときにマリナのとこに行っておっぱいだけもらうっていうね、おっぱい貸してもらうっていう感じで、その後ケープとかパンツ交換するのはやってたんですけど、それでもマリナだいぶ楽って言ってくれてたんですけど、とはいえね、授乳の時に起きちゃうので、今日はね、母乳をちょっと哺乳瓶に溜めてみましたので、ちょっと夜の1杯目はそれで試してみようかなという感じで。あ、うん、どうしたどうした。今0時なんですけど、0時にちょうどね、お腹いっぱいに授乳をしてもらったので、大体ね、今2、3時間おきかな、まあ、早いと1時間半ぐらいか授乳をしてるので、なので、まあ大体2時ぐらいかな、2時台ぐらいに1回授乳をして、その次のね、まあ5時ぐらいまではマリナ休める計算となっております。それまでよろしくね。はい、この数日はそんな感じで、私がまあ、夜担当で、マイナがちょっと早朝担当みたいな感じで、マイナにも休んでもらいながら。でね、今12日目になるんだけど、10日目ぐらいからなんか若干寂しさ分かってんのかな、なんか若干ね、お腹も空いてないし、むつも変えた後なんだけど、若干ぐずってる時があって、ちょっと早いのかな、寂しいね。若干ね、抱っことかするとちょっと落ち着くんだけど、なんか嫌な感じ、嫌な感じ、良くない感じ。ミルク足りないのかな、違うんだよね。ああ、うんちですね、今ブリブリってしました。なのでね、今日ね、その母乳を温め直して飲むの初めてなので、
哺乳瓶を家帰ってきてその加えさせたことがまだ一度もないので、ちゃんと飲んでくれるかわかんないんだけど。やだね、うんち出たからか。今2回連続で書いたばっかなんだけど。おわおわ、くしゃみとなんか同時にするタイプ。うるさいね、お父さんね。またね、夜に洗濯機回して今から干すとこだよね。寝てくれないと干せないんだけど、やっぱね、昼間寝すぎてあれなのかな、体力あり余ってんのかな。もはや欲しいの、ちょっと欲しいのかな。よしよしよし。とはいえね、まだ温めたことないんですよ。温め保証新車な。 50cc と 10cc? どうやって温めたらいいんだろう。あんまさ、高温でやってもよくないんだよね。ちょっと厚めのお湯をボウルに用意しました。これでいいのかな。ちょっと人肌程度ね、やってんのかなこれ。でもさ、なんかと思ったらね、そうだよ。カメとマリナ。なんか友達がね、新生児なんかまだ可愛さレベル10だよって言ってた。でもこれ以上可愛くなったらもうお仕事行けなくなっちゃうよ。どうしよう。どうすんの、これ以上可愛くなっちゃうの。ちょっと初めてだけど、合ってんのかわかんないですね。多分合ってる、間違ってたらごめん。ちゃんと消毒したやつね。違う？おお、うんちか。でも飲んでるね、すごい飲んでる。かわいい。おお、ごめんごめん、変なタイミングで取っちゃったから。まだ飲むか。これできたらちょっとマリナも夜休めるね。あ、でもおっぱい張っちゃったりするのね。難しいけど。なんか嬉しいね、これね。飲んでくれた。ほんと3、40分前に飲んだばっかだから。ちょっと気持ち足らなかったかなぐらいで。うち寂しいぐらいだからちょうどよかったんじゃない？ちょっとゲップ？ごめんごめんごめん。なんかちょっと違う。マイク踏んで。出た。おお、なんか色々出てくる。まだ欲しそうだわ。どうしよう。飲みすぎじゃない？おっぱいも飲んだよ、さっき。でもちゃんと哺乳瓶も吸ってくれましたね。食べない？ごめんごめん。結局、全然 10cc じゃ足りなくて、普通に大きい方飲みます。すごい飲むね。どんぐらい飲むんだ？ちょっと早くもちょっと使ってしまった日本なので、まだ1時なんですけど、次のミルクまでは起きてます。で、また昨日みたいにおっぱい借りよっかね。これ可愛いっすね、飲むの。お、止まった。動き出した。食べとまるな。もういらない。今のゲップ？ゲップだったね、今。結局追加で 40cc ぐらい今飲んだのかな。1時間。結局授乳してから1時間が経っちゃったね。寝そう。こら寝るわ。したらね、このピオログっていう、お、洗濯回った。じゃあミルクっていうカウントにしとくか。40cc 飲みましたよってチェック入れときます。お腹空いてると寝れないんだね、赤ちゃんって。まだ探してない、なんか違う？違うね。はい、なんか下でも物音するなと思って、うと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 してたら赤ちゃんの声聞こえた。そうそう、けど普通に飲む？その哺乳瓶で飲む飲む。新生児の子のちょっと大きめぐらいの乳首なんだけど、なんかでも多分口寂しいんだよね、抱きなんてね。なんかそんな食いつかないね。さっきいっぱいバーって飲んで今止まってる。無理やり。どっちがにしてよね。飲むな飲む。
起きそう起きちゃうんだよね。寂しいのか。うん。ママと一緒に寝る？私の今日担当なのに。もう目パッチリだね。なんかね、口チュパチュパする。おしゃぶり？おしゃぶりみたいな食べるのが早いか。それで収まるもんなのかな。あ、バナナあるよ。バナナ。ハミちゃんの夜食に。確かに。なんか眠いんだろうね。眠くて寝れなくてあれかな。一緒に上行ってみる。結局せっかくさ、そこに寄っていうか用意したのにさ、1時間も持たずに飲んだという。なんかミルクをね、そろそろ。粉ミルクね。粉ミルクを。マリナのおっぱいの張りも全然コントロールされてきたからね。カメとマリナ。寝るね。寝るんだけど置くと起きるんだよね。早いね、それ。どんなもんなんかな。みんなどんなぐらいだったんだろう。なんか魔の3週間とか、魔の3ヶ月とかって言うけどね。そば節目で。うん。楽になるの？それまでが辛いの？それとも。そこが、なんか大きな壁。いい子だったけど、3週間目ぐらいでやっぱ泣き始める。泣き癖。うん。寝なくなっちゃったり。昼間寝すぎなんだよね、多分ね。寝てくれるのはいいことなんだけど。こんだけがっつりしてきたからさ、体力も。それなりだから昼間寝ると夜さ、こうやって体力が余ってんじゃないの？新生児でしょ、まだ。ボトンボトン。ボトンボトン。ボトンボトン。車だと思ってる？やっぱ揺れが必要なのかな。ね、お母さんのお腹の中だと思って。なんか入院中そんなにさ困らなかったっていうかさ、寝かしつけっていう寝かしつけしなかったからさ、大丈夫かと思ったら、やっぱそういう揺れとかトントンとか必要なのかな。今結局前の休ませるためにやりますとか言ってたのに前の起きてきちゃった。前の変な怖い夢見ちゃったから起きちゃった。今。なんかこの家になんかお化けがいるみたいな。超怖いじゃんそれ。あの夢の中はこの家の構造だった。怖。でちょうど鳴き声聞こえたからちょっと起きてみるかと思って。じゃあ前の寝よう。おやすみ。おやすみ。どうしよう。じゃあ今日の夜もちょっとおっぱい借りる感じになりますか。うん、そうだね。おっぱい貸すだけなら全然楽なんで。はい。あと寝かしつけが大変ね。そうっすね。おやすみ、ありがとう。もう寝れるかな、さすがに。元気よく泣きすぎて起きちゃいましたもん。あ、寝そう寝そう。8割寝てる。ちょっと洗濯干しますかね、少ししたら。全然寝れないね。結局0時にマリナ授乳してなかなか寝れなくて、1時にもう一回残りの哺乳瓶のミルクを飲んで、もう2時になっちゃいました。どうしたどうした、お腹空いたの？カメとマリナ違うの？なんだろう、うまく寝れなくてあれなのかな、わかんない。パンツも3回4回変えたんだけどね、お腹空いてきたもん。どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ。お腹空いてんのか。お腹空いてんの？ごめんごめん。おっぱいもらいに行く？ちょっと早いな。でもダメだ、おっぱいもらい行こう。ちょっと行ってきます。よいしょ。2時20分。今、10分ぐらい授乳して、やっと寝ました。感じで2時間も起きてられるんだね。それだけ体力がついてきたってことなんですかね。まあちょっといっぱい飲んだし、まとまって寝てくれるかなと期待をしつつ、まあ、もう2時半になるので私もそろそろ寝ようと思います。ちょっと明日上がる動画の仕上げだけちょっとやってから寝たいと思います。それでは皆さんもおやすみなさい。おはようございます。今7時、あれ1時44分です。あれ以降ね、結局全然寝てくれなかったらしくて、私は上でずっと寝てましたけど、夜中2時ぐらいかな、2時過ぎぐらいに連れてきて、もうなんかママの近くが安心するのかな、なんか寂しさが出てきたのかな。カメとマリナ。まあパパの
横でもいいと思うんだけど、多分添い寝してほしいみたいな感じでずっとぐずってて、結局何時くらいかなに最後おっぱいあげて一緒に横で寝てて、そしたらまあ割と疲れたのか寝てくれて、5時と7時に今おっぱいあげて寝てるところです。でね、あの寝室で一緒に寝てもさ、カメちゃん起こしちゃうしさ、リビング降りてきて一緒に今寝てたんですけど、7時の授乳が終わってから目が覚めてきたので、ご飯準備しながらちょっと食べて、眠くなるまでまた編集して、眠くなったらまた一緒に寝ようと思います。ちょっとベビーさんを見に行きましょうか。よっこいせよっこいせ、ベビーさん、おはようございます。こんな感じでおくるみに包まれて寝ております。なんかこの周りをこうやって囲ってこうギュッとギュッギュッと抱っこされてるような感じで再現してみてます。で、これ上寒いからかけてね、足元もね、ちゃんとギュッギュッと詰めてあげて、こうね、布が覆いかぶさらないようにしています。3時間ぶっ通しで寝る時もあれば、ほんと10分も寝ないで眠そうなんだけど目閉じて全然寝ないみたいなこともあるからね、一緒に成長していこうな、よろしく。あ、今日詰め切んないとね、今日は検診だからね。よし、ご飯作ってきますよ。聞いてください皆さん、友達から届いたんですけど、びっくり、サプライズ、こんなことしてくれるの、何何、送ってくれるの聞いてないし、住所知ってるってことは協力者がいるってこと、カメちゃん、こんなことある、こんなことしてくれるのかっこよすぎない、何もネットで買ってないんだけどと思ったら、やば、何かわいいんだけど、何これ、どうやって開け、わーお、ちょっと待って、顔暗い、こんなにかわいいのもらっちゃっていいの、すごい、じゃじゃ、よかったね、かわいいのもらったよ。あの3歳のお子さんがいるお友達なんで、多分本当に実用的なものをくれてますね、嬉しいね。カメとマリナ、あとこれね、でかくて、うわー、かわいすぎる、やばい、マリナの好み分かってるね、じゃじゃん、見て見て見て、上から下までちゃんと見て、超かわいいんですけど、なんか音鳴ってる、お人形いっぱい入ってるし、タオルと、え、これなんかエプロンとか入ってんじゃない？え、すごいんだけど、名前入ってるんだけど、嬉しすぎる。もう長年のお友達なんで、二人でお世話になってますけど、すごいね。びっくりしたよ、私。ちょっと大事にしようね、これ。よかったね。こんなにお祝いされて。カメちゃん知ってたのかな？カメちゃん？贈り物届いたんだけど知ってた？うん、カメとマリナ、住所教えてって言われた、びっくりしたんだけど今届いてさ、何届いたの？え、見て、可愛くない？これとこれと2個も届いて、え、すごい、実用的な、すごい、可愛い、嬉しいね、ありがとうございます、嬉しいね、しかも色味とかも好みに合わせて買ってくれてるよね、元気に成長しような、メロメロですよ、パパは毎日。え、すごっ。開けるのもったいないけど、このタオルとか今すぐ使いたいしなって感じ。本当だね。え、なんかいっぱい入ってる。すごいね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。動画通して。嬉しすぎる。おめでとう、生まれてきてくれて、本当に。なんかさ、大きくなったよね。今日検診だから、本当体重が楽しみで。ちょっとフライングでさ、昨日自分のね、体重計乗って、赤ちゃんなしで自分の体重計乗ってやってみたら、3800ぐらいありそうなんだよ。これ1週間足らずで500も増えたことになっちゃう。あ、肉付きがすごいもん。全然違うよね。カメとマリナ。よだれこれ。うん。だからちょっとゲロして自分でひるって戻した。自分で吸った。ちょっとさ、悲しいことですけど、
大人がこうやって並べてさ、顔のでかさがさ違いすぎて、この顔とこの顔とさ、こんだけでかくなるんだね、大人になると。パパの横落ち着くのよかったね。昨日の哺乳瓶の残骸が置いてあってさ、50cc ペロッと飲み切っちゃってね。うん、哺乳だけじゃ足りないんで眠い。うん、本当だね、二人して寝不足ですけど、こんなお湯もらってちょっとテンション上がっちゃったところです。うん、確かに写真いっぱい撮ってから開封します。開封するのもったいないよ。なんかカラカラって音するから多分お人形も入ってるんだよ。すごいね、ほんとすごいよねびっくりしちゃった皆さん寝不足のママパパ頑張りましょう。えいえい、おー